ごめん、通話行くって言ってたよな。なんか配信やってるよ。申し訳ねえ。神崎増加にしてる。ワンチャンスマジューとかも強いかなと思ったけど、なんかフリー対面でスマジューが使えない気がしたんだね。アシストでね。何してんの。なんか忘れてらっしゃるな。強いと思う。まあアスラはちょっときついけどね。枯れんの。アスラ怪しくない？なんか解除効かないと思う。枯れるよね。強すぎじゃ、やっぱ今月強くない？こいつやべえわ、やってること。うつろにログレンする感じで勝つ時代が来てしまったのかもしれない。あ強すぎ。やばこれ。あ、ちょ、何やってんの、マジで。何やってんの。お、出すキャラ困ってるやん。やっぱ七戦で結構枯れるね。いや、きついよな、枯れたら。いや、七戦強いわ、これ。ねえ、アシスト溜まんのやばいね。いや、強すぎるよ、これ。これ絶対やっぱ強いわ。え、てか、アスラで勝てなくね、これ。これを見て、アスラで余裕とはならんわ、俺。反射神経ゲーミング。いや、でも七戦で枯れるからきつくない、そもそも。全然強すぎると思うけど。無理か。さすがに初手はきついな。結局接触乗らない。視線は乗らない。あのアシストのやつは乗るけど、あれ空中普通に書いてるから。アウト。枯れる前にボレーで攻めるしかない。いやーでもね、ノクバもするしね、きついと思う。まあまあまあ、これはしょうがない。いらっしゃい。出た。やっぱ強いやん、これ。
これテレシアが地獄じゃねえ。方向の果てに世が去る。飛べないよ鈴木さん。アウト。いやもうやっぱ強いよこいつ。銀さん、銀さん多分ロブレンしてヘリを撃つだけで終わる。弱すぎる銀さんは。対策誰なん。フェネッカは絶対きついと思ってる。フェネッカ、インデはね、インデ、ね、嫌がらせはできるけどね、インデが枯れるからね、他のキャラに回すしかない。無理だね。嫌がらせしかできない。初手これ、ロブレンでいいわ。普通に、初手は足遅いから。でも、たまるん早いわ。増加ってのはもちろんあるけど。いや、取ったくない？取った。え、なんでアシスト無効食らったんやけど、バグやん。絶対アシスト無効食らったっていうのはおかしい。一矢報いたようです。報いたらしい。報いたのか、果たして。はい、下手すぎる。下手です。スリーオール。まあやっぱきつそうだ。こういうことよ。